コーラルシー。コーラルシーは、アメリカ海軍の航空母艦。ミッドウェイ級航空母艦の3番艦。艦名は、産後海海戦にちなむ。コーラルシーはその長期にわたる活動から、不老の勇士エイジラス・ボリアーの愛称を得た。当初は、看板号 CV-43 として1943年6月14日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に、 発注されたが、1943年7月15日に、大型航空母艦として、CVB-43 に再分類された。1944年7月10日に寄港し、1946年4月2日に、トーマス・シーキン・ケード夫人によって、浸水、1947年10月1日に、AP ストーズ賛成大佐の指揮のもと収益した。 コーラル C は1948年4月27日にトマス・ D ・デービス大佐とジョン P ・ホイートリー少佐が操縦する2機の PV-2 ネプチューンによる Z 発艦実験を行うためノーホークを出港した。これは中規模の機体による最初の空母発艦であった。1948年6月7日には海軍兵学校生を乗せ地中海及びカリブ海を巡航し、 8月11日に寄港した。オーバーホールの後、コーラル C は再び、チェサピーク湾のバージニア岬から活動を始める。1949年3月7日に、ジョン t イワード大佐の操縦する P2V-3C ネプチューン大戦哨戒機は、模擬バックを搭載し発艦した。P2V-3C は、アメリカ大陸を横切り西海岸で搭載弾を投下。 無着陸で帰還し、メリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地に着陸した。これは空母からの長距離航空攻撃のデモンストレーションであった。カリブ海での訓練後、コーラルシーは1949年5月3日に第6艦隊での初の任務のため地中海に向けて出航し、9月28日に帰還した。1950年4月21日、 開発中の a j サベージュ大型艦上攻撃機の離陸実験が行われた。同8月31日には着艦実験に成功した。1950年9月9日から翌1951年2月1日まで第6艦隊所属として地中海に配備された。1952年10月1日に戦隊分類記号攻撃型空母。 クバマイナス43に再分類された。1957年5月24日から大規模近代化改装が行われ、飛行艦班のアングルドデッキ化、エンクローズドバウ化、航空機エレベーターの原則移設、蒸気型パルトの新設、対空兵装の主射更新などを行い1960年1月25日に最終駅し、艦隊に復帰した。 1964年8月2日、トンキン湾事件が発生し、アメリカがベトナムへの軍事介入を拡大すると、コーラルシーは、クーボ・レンジャー、ハンコックと共に第7艦隊に組み入れられて2月7日に出港し、1965年2月7日、ベトナム沖に到着した。到着直後、コーラルシーは、南ベトナムのプレイクにあった軍事施設を、 南ベトナム解放民族戦線が攻撃したことへの報復として北ベトナムのドンホイにある兵員集結地を爆撃し3月26日には大規模な組織的爆撃であるローリングサンダー作戦に参加して沿岸部の島々とビンソンを爆撃したベトナム戦争中の1971年にコーラルシー管内で乗組員による ストップアワーシップと名付けられた反戦運動が計画され少なくとも1000人が参加した。11月6日には300人がサンフランシスコ市内で反戦デモに参加した。1975年5月にカンボジア軍によってアメリカ戦マヤグエースが打破されるマヤグエース号事件が発生するとコーラルシーはその救出作戦にも投入された。コーラルシーは 海兵隊員を乗せたヘリコプターの支援、カンボジア本土のレアム航空基地やシアヌークビル港の空襲を担当した。レアム基地では17機の T-28 の破壊を記録したが、実際の戦果は5機程度であった。この事件は、ベトナム戦争最後の戦闘とみなされている。コーラルシーは1990年4月26日に退役し、その2日後には除籍される。 ンは1993年5月7日、ディフェンスリータラゼーションマーケティングサービスによって、メリーランド州ボルチモアのシーッチサルベージに売却されたが、多くの金銭、法的、環境的問題からスクラップ化は遅れることとなった。除石時に7万トン近くあった。コーラルシーは、スクラップにされた最大の官邸あるが、新しい環境法では、企業がアメリカ国内で、 航空母艦を廃棄することを禁止していた。シーウィッチサルベージは、船体をスクラップとして中華人民共和国へ売却しようとしたが、艦艇を廃棄するため外国に売却することも違法となるため、海軍によって法的に差し止められた。艦の解体は2000年9月8日に完了するまで数年間続けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。